練習して、感覚をつかもうとしています。さあ、打つのか。はい、どうも皆さん、こんにちは。ワイテルズの中村です。ブルークです。シャクンです。キル。キャンです。キレアン。はい、ということで。タンブリン行きたいっすよ、デコが。イエー、タンブリン、タンブリン、めっちゃおもろいわ。前回同様タック戦でちょっとメンバーを変えてやっていきたいと思います、はい、今回は、まあ、前回ちょっとダイスの色で決めたんですけど、今回は全員がダイス振って出目の大きさで分けていきたいと思います。じゃあ一旦全員で振りますか。もう分かる、自分の辺で、はい、せーの、1、4、はい、じゃあ2だ、でかいです。じゃあスマイルとキリアン、はい、じゃあ僕とシャープ、はい、色は、はい、どうしようか、まあ、じゃあ右色もらおう、じゃあ青もらおう、じゃあこちら赤もらおう。お、練習してんな。練習してんな。じゃあ順番がじゃんけんで、はい、よっしゃ。じゃあ代表、じゃあ僕いきます。スマイルじゃんけんしてやってくれよ。じゃんけんぽい、はい、行こうでしょ。先行がいいってかあるよ。じゃんけんぽい、よっしゃ。先行の方がいい、先行の方がいいと思う。邪魔できるから。じゃあ最初で、じゃあ2番目とく、はい、じゃあ俺の邪魔なのが嫌じゃん。そう、邪魔なのうざいよね、結構。そんな大差、じゃあ最初に僕渡してください。あるよ、じゃあ僕渡して。その時あの壁できたと思う。覚醒した、覚醒したブルックさん、お願いします。前回優勝したチームの圧かけとこう。いや、もう見えない、見えない。行きます。1、1。おい、マジっすかね。マジすぎる、やられたもん。あれ落とすしかないな。でもさ、これさすがに落とすの難しくない？落とすわ。いや、下なんだ。いや、あのね、スマイルはね、さっき投げで入れる練習。お、投げやっちゃうよ。やっちゃえ。撮影後ね、ちょっと上手くなっちゃったし。やってしまえ。やっちゃう。24点だよ、これ。確かに。あー、ちょっと上手いね。上手そうな感じがした。あれ落とせ。とりあえずあれ狙うけど。あれ狙って。あれ狙っても強みなんて強くないから。やばっ。これやばい。これはやばい。先頭出しホームランだよ。やばいな。回転させるのがいいね、回転が。風でなんか。おぉ、惜しいね。みんなうまくない。上で上がってる、上やってるって。でもあれ当てたら止まるんだよ、多分手前で。そう、4で止まるから本当に上手い人になってくると4の落とし合いみたいなのが始まるの。レベル高すぎ。ちょっと右方面いいかな。おぉ、壁壁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 壁うまい。ああ、でも溶けさせられたわ。確かに壁が。え、これさすがにあのロック落としてくれるよね。マカもさ、もう壁あるから、そうだよ。結構多分しない。前回一番コントロールが良かったかもしれない人がいきます。あそこは狙いますよ。ここはもうけど、みんながこれ最悪で止まればいいから、両手。でもこれラウンド中には落とされそうだな。だってずっと狙い続けるよ、こんなもん。うまい。おお。うわ。なんだそれ。やばいやばい、レベルがもうランチランチ。前回無理だよ、100回やったの。これもうちょっと乗せれば全然俺ら勝てる。勝てるね。ちょっとレベル高すぎる。どうせ落とさないように新規開拓する。まあそれでもいい。ブルーチームか。もう現状今赤の方が上だから。全然赤の方がすごい。さあこれは。なるほどね。先ほどのはそんなレベルでやってるよ今さら。まあでもさらこの辺これ見てみろ。ここは回転、怒られた。回転でいいと思う。いけ。おお、惜しい。ガードに阻まれたな。惜しかったな。どうしよう。うめえやつら。乗せるのでいいんじゃないしゃけ。普通に乗せよう。三掛け三ぐらい。左側狙いでいいと思う。ああ、真ん中にでも三とかで止めるのもあり。真ん中ら辺に狙う、普通に。壁つけろ。そういう壁で、まあ、壁には壁では、壁では間違いなく壁では、壁では、どうしようかな。1、2ら辺の真ん中に置く。そうだね、普通に安パイでテーブルに行く感じかな。安パイ兼壁。マイナスも入りました。はい、はい、しかも最後だからとかさ。ケンさんさっきなんて言ってたっけ。ちょっと、どうしよう、ごめん。どうじゃない、大体マイナスの時5は大丈夫。本当にこっちがいけるっすね。だいたいこれです。じゃあここ攻めるんだ。上手だから。だってさ、ここはもうこの辺きついじゃん。でもここも危なくない？だって真ん中狙うとしたらここから行くしかない。この辺狙おう。これラストだよね。第1ラウンドラストでしょ。第1ラウンドラスト。これどっちどっちどっち。わかんない。真ん中あるっけ。いくよ。真ん中あるっけ。
ね。いや、これまだ中村最後僕があります。じゃあ水色がどこまで稼ぐかね。ゼロ点壁はマジか、もう知ったと思った。手前と奥やばいね、これ確かになんか本当に下プレートが割れて感じするけど真ん中はむずいんだよな。これさ、前回転でさ、この前の青を押すっていう方が安全な気がしてきた。ここ置いて、もうこう弾く。ああ、でワンチャンラッキーで赤を落としたい。で横じゃなくてちょっと今回こう縦で縦回転でいきます。うわ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 。うんま。三点。いやマイチか。一じゃなかったらすごいよ。六乗って欲しかったな。でもしゃあない。じゃあいた。集計します。マジで集計します。ギリ勝った。いやいやいや。じゃあまず青チームの得点。楽しいわ。ゼロ点。4×0。四かける0で0点ですね。で次23。はい、で赤チームが6と24足して30だけど5引いて25。はい、23対25対0。0だね。どうした、1チームだけやってないの？じゃあちょっと今回からはあのルールを前回の、そう前回のラウンドの順番でいきましょう。ということで青、水色、赤の順番でいきましょう。ね、投げるよ俺やっぱ。うん、その方が可能性ある気がするよ。いけ。おお出た出たよ出たよ。なんでマイラウンド出んの？しかも初回だし。そうですね。あれ見ろよ、お前。全く同じ軌道描けよ。え、マジで真ん中狙った方がいいな。真ん中狙った。投げんの、お前。投げるやっぱ投げの部分嫌いよ、あれ。投げだわ。投げっすか。あいつらは運ゲーに逃げたから。オッケー。了解した。やってみろよ。やってみろよ。とりあえず、普通に。なるほどね。じゃあちょっと俺も投げの可能性に。じゃあ右に行くよ。おおいいいいいい。じゃあワンちゃんのあの奥のあれを落としたい。青チームの。でも一応手前の方がいい。今赤は敵じゃないから。でもさ、ここを狙うってことはさ、結構こっち狙うことになるから。それリスクと。リスクが強いから。ここに当てればね、余計に正解。確かに、このピンをうまく利用するというか、感覚をつかもうとしています。これさあ、打つのか。うまい、うまい。おぉーさあ、なんだこいつ。やば。落とせたら落としたいよ。ああ、狙いに行ってもいいと思う。うわー、打つかな。頼む。とりあえず俺らもう点数加算で真ん中から投げる。うん、俺ら2分の2打算入ってますよ。おおいい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 やあ、まあ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 、普通に3点、プラス3点、普通に3じゃないですよ。これもう50点いったぞ。やばいで50点。そうだよ、64を叩き落として俺があそこに乗る。自分落ちるリスク、自分落ちるリスクすごい。自分信じ最後だよ、最後よく考えた方がいい。落ちた方がいいだろ、安全に。あいつ振りってるお前のビビりとこっちのビビりまた信じてくんねえか、俺のこと。まあね、これで失敗してやっぱアンパイ狙えばよかったなってなるだけなんですけどね。ああ、早くわっわっ、どうだこれ、どうだ。連れて俺はちょっとスポーツマンシップに反対。注意、レッドカード、レッドカード、マイナス3点。よいしょ、いきます。うわなんでだよ。でも落ちてんじゃん。落ちてんじゃん。まあ、いや、実質プラス20。これは全然プラス。でも24でしょ、あれ。どうする？すげえ、やばいな。このラインに行けない？そう。に行きたい。早くは K4 に行きたい。水色落とした方がいいよ。水色今合計得点トップで。まあ。じゃあ赤が12点、はい、青が27、3×12、はい、で青が34、ほらーもう最後にあれ許したせいで君たちもピンチになってるんだよ。やるだよな。でもあれ残してたら僕たち負けてたからね。そうだ、一番前回はレッドから、はい、レッド、ブルー、水色、はい、じゃあそれ46出してくれ。これもう詰まってるから予定調和よ。さすがに投げだな、やっぱ投げだ、時代は投げだわ。あ
あー、惜しい。惜しいな。ここまでなかったら今ここの普通に惜しいんだよな。私行くわ。中身全部弾いてもらう。全部で。なんで？なんで？行くわ。ゼロでいいよ。やめていい。おー、いいよ。はい、はい、はい。めんだよな、普通に。どうしよう。落とそうぜ、これ。そう、これが目当てだ。次元して落とした方がいい。うわー、むっ。投げ落とすわ。普通に点取りに行くやないかい。強すぎるん、周り。天然殴ろうもん。そう、天然殴ろう。天然殴る。天然殴る。俺らはもう今、天然殴れる位置に。うわー、惜しい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 。点取り焼く点取りライトブルーゾーン点取り点取り。あー、早い。あれ、何回失敗っすか。失敗めちゃめちゃ無理だよ。点取んないと意味ないから。めちゃくちゃ本当にやるんだよ。じゃあレフトスロー行くわ。レフトスロー嫌なもん。嫌だ。おー、これあるんだ。最初の角度がね、結構ズレがちだから急にレベル低い。今1個しかない。いや、2個ある。ゼロだよ、数えんなよこれ。でもゼロかけるよ、ゼロではない。まだあれ、吹き飛ばされてる。6かける、4かける6になる。数学者いるな。どうしよう。三角吹き飛ばすのあれでね。いけるかな。あれ吹き飛ばしたらだいぶ詳細がある。どうやこれ引くぞ。いや、一応、まっすぐ飛ばそうと思うと飛ばせるから。ただ、斜め狙うのと、ここって、その段差の幅が全然変わってくるから、難しいんだよ。乱数がちょっと入っちゃう。点取り行った方がいいかな。点取り行こうか。アンパイ狙った方がいいって、やっぱ、うん、自分が点を置けてればいいけど、そういうプレーがやっぱ守るプレーした方がいい。関おじさん、関おじさん、いや、やっぱこのゲーム次行きます。あー、いやー、ごめん、伸びた。なんかめちゃめちゃ散らばってるんだ。散らばってるな。じゃあ4個そっ18だけ。はい、18だけ。やば、これ落ちたんじゃない。このチームの18点が入って、これで結構いい勝負になってる。それだけ。それだけ。57と。それだけです。うちが57で、45、37。レイが2ついるんだけど、どうすんの？じゃあこれは総合で見て赤から先に入るか。赤、水色、青でいきます。はい、アマストランド。じゃあ1投。どういくのでしょうか。エアトリに行こう。もう1投。あー、惜しいんだよな。晴れ方なんだよな。正面はじき今のネタ抜けるからゆっくり。いや、もうここ置きに行っていいと思う。投げるか。投げるやっぱ投げ強い。うわぁ、2かよ、ね、2かよ。え、これさ、そういうゲームなんだ。いや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 、それはそういうゲームなんだ。え、これ6になったりしないんですか。ルールにこう、4に乗るときって絶対6になるんじゃないの。そういう風潮あったよ、今。そういう風潮あった。本当にそういう風潮、そういう風潮あったね、確かに。弾くな。いや、2はいい。ほら、最下位。得点勝ってるから。まあ、じゃあ一回投げてやってみようかな。初めて。投げて結構大変だよ。そんなね。一丁一中も弾けた方がいい。オッケー、分かった。経験値。結構中もなんか強めだよね。そう、ちょっとね、強くなっちゃってる。から弱めに行くわ。行きます。うま。ああ、怖い怖い怖い。方向はいいんですね。方向ね。よし。まあ投げて。止まらないね。まっすぐ着地すればいい。なるほど、ね。してました。この六号を行ける形にして。ちょっとね、前を取るやつ。しながら弾く担当で。よし。なんだろ、あれ当てたらさ、6で落ちる。確かに当てたら6だ。これ狙った方がいいんじゃない。弾きやる。弾きでやる。弾きぶりは。いや、これ結構可能。でもここやればどっちのこの威力が減衰するから、この辺に溜まる可能性が高い。弾きできるかな。いや、まあ、ワンチャンここボンだね。ビビ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 ビ
全然違う話ですよ、はい、ワンちゃんこれもえめっちゃ早くてたし指示しようしゃってたしすごいっすね全然外してたしびっくりしたわ特急通過したわ今投げますね適当にもうはいどうぞこっち狙おうそっち狙ううん健太君がラストなんで赤チームはもうラストこれを落としてよコロンって頼むぜ金時一応一番最初元祖46のそう元祖46ルール説明でやってしまったからそう全てのルールをそこで使い果たしたからそうねこいつ落とすかじゃあこいつ落としていいよ、うん、投げてそこに落とせる俺の点数が下がったから下がった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 4点のなるほどねこれ弾き出すよあいつゼロですよ 3点だよなんかもうお願いマイナス6マイナス6でも俺ら勝つよでもそうだなポンポンってそこに6置いたらもう待ってそう大手みたいなじゃあワンチャンやらせていただいていいですか64のてかあの2を弾きたい24を弾きたい2を弾き自分で64ライト残りそう64残りライトを余裕にしてやがるうわせっかくならせっかくならねやりましょうああちょっと取れたなもうちょっと強かったな難しいことしたなもうちょっと強かったな水色と青の点差は何点11点ってことは今3点奥さん18の27点差もう無理マジでこれに当てるしか勝ち目がない4に入る確率が4に入る確率はさめっちゃ緊張するけどこれも落ちてるからねあーじゃあ青チームが3点赤チームが15点で、うちが違うね大会は青チームなんでなんでなんで最後なんか全然落としてよかったんだ全然考えてなかったわ一勝ったのに1位とセル話してたのに2位がまず近かった全然で、赤チーム51点まあそう、最後見かけは普通に強かったそして水色が75点で優勝だありがとうございますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と高評価も待ってるよさらに、ツイッターのフォローもよろしく。ツイッターには最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。